アキナさんが戻ってきました。最後の朝食を案内していただきますので、よろしくお願いします。ご説明させていただきます、はい、まずこちらがですね、鶏肉とそしてキャベツをこちらお浸しにしておりまして、はい、はい、かつお節を入れております、はい、そしてこちらがあの厚揚げ豆腐、こちらあのか甘辛く、はい、お醤油を甘辛くしたものでございます、はい、はい、こちらが白身魚、そうですね、こちらあのホッキ、ホッキです、ホッキ、はい、とこちらのアスパラガスと、そしてあの奥様の豚肉がお苦手とお伺いいたしましたので、白身魚など、はい、こちらを少しカレー粉をまぶして、はい、揚げ物にしております。そしてこちらがインゲンのごま和え、とお隣の蓋のついた器にご用意しておりますのジャガイモの、どこ、はい、こちらですね、ありがとう、はい、こちらがジャガイモのおそうめんでございまして、はい、少しお出汁で薄味でお支度しております。お示しますね、こちらがお味噌汁ですね、はい、少しで蓋を開けて、はい、本日はこちらがネギですね。こちら大根、少しネギと大根をして、はい、はい、ご用意してました。でこれは、あの、ね、これをここに、はい、本日もザオスの一目惚れご用意しておりました。はい、まだあったんだ。そうなんです。たくさんご用意しておりまして、失礼いたします。これカンパチ。カンパチですね。はい。カンパチのおろしと茶碗蒸し、はい、茶碗蒸し、蓋を消した方よろしい、はい、お願いします。じゃあ煮おろしと、少し大根おろしと、はい、カンパチおろしと煮おろしと、そしてこちらの茶碗蒸しでございます。はい、はい、じゃあごゆっくりお召し上がりください。はい、ありがとう、どうも。ちょっとこの味噌汁気になるんですけれども、はい、こちらまず炙りイワシというイワシでお出汁を取っておりまして、はい、少しお飲みいただいてからこちらの鰹節の削り粉、こちらを加えていただきますと、また鰹出汁に風味を変えて二度お楽しみいただけますので、うん、じゃあ途中であのかければいいということ で、まあ、比べるっていうか、また違う食感で楽しめるっていうことなんですね、はい、ぜひお試しください。村上さんですね、はい、ひろみさん、はい、ありがとうございました。とんでもないです。ごゆっくり、はい、ありがとうございます。はい、いただきます。たくさん用意して。こちらがですね、フルーツがブドウと、そして柿、パイナップルなど、ヨーグルトソースにかけておりまして、そしてベリーソースも上にあしらってます。ありがとう。